リフトールドよ。もうすぐ来た、すぐ。早いっすね。早いよ、早いっすね。大試合だ。選手も大変だよ、これね。まあね、今日はちょっとでも北海道からもわざわざ、わざわざっていうか、ね、来てもらってるっていうか、そうですね。はい。またあれやね。兄貴がおらんね。いやいや、いや、あれ、出てくる？いやいや。まだあの、ね、音楽聞こえんけん、多分今日お休みだね。今日休みだ。今日聞きますけど。あの音楽が流れてこんと、こんだし。あ、ほんとっすか、うん、いや、なんかでも、あ、変化してきそうな気もするけど。ね。今日はこんね。そうなんですね。うん、マジで忙しかった。そうですね。いや、忙しかった。あ、いや、もう水曜日なんで、しょうがないです。はい。やっぱ、俺もバタバタやったもん。でしょ。うん。なかなか早いね、仕事が。あの、いやもう、トスの日だけは。あとの日は、ダラ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 しようですけど。あ、豚ロエだからまた。いや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 。あ、ごめんごめん、違う。豚ロエって、すいません、すいません。豚ロエってのはまずこんなお腹にならない。そうです、豚ロエ。豚ロエかもしれない。豚ロエでした。申し訳ございません。カット受け何でも言われて大丈夫やな。何も痛くもない。この後、ボコられるけど俺。いや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 、優しく。まあ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 、よかったですな。はい。ね、今日の、対戦相手、コンサドーレ札幌、そうですね、もう勝ててない、はい、もうここはもう本当とにかく勝ててない、そうですね、今年の開幕も見事に 0-3 で負けましたから、うん、ね、ナビシコね、はい、ナビシコ、ナビシコです、あれはルバンカップですね、はい、うん、やっぱね、苦手意識はすごく強いかなとは思うんですよね、そうですね、まあなんとか食らいついてですね、まあ今日もだいぶメンバーも変わってるんで、うん、はい、まあ、なんとかそこで勝てればなと、そうね、はい、思ってます、はい、休ませる選手は休ませる、そうですね、代わりに出た選手がね、しっかりね、そうですね、勝ち点取れるね、取ってもらえれば、そうですね、はい、もっと強いサバンコスになっていく、いやいや、ね、もう今日もぜひ結果残してもらって、もう選考に悩んで誰も選ぼうかって、そうね、三好さんが思うような試合をしてほしいなと思いますね、はい、苦手意識なんてね、はい、知ったこっちゃねえと、そうですね、今のサバンコスの勢いなら絶対やってくれると思う、はい、今日から開幕と思って、そうですね、もう一度、はい、しっかりやっていきましょう、はい、はい、じゃあ毎回恒例のスポンサー紹介いきましょう。すいません、もう毎回手書きで、はい、今日はですね、高校庄司さんですね、今日のマッチスポンサーサガンストリーム応援スペシャルマッチといって、まあ、ちょっとあのストリームの協賛をやっていただいてます会社です、はいはい、和を重んじ思いやりのある厳しさで人材を育成、繊維専門商社として社会に貢献し社員の生活向上を図りますという企業理念のもとです。おお、すごい、素晴らしい。いや、ね、いや素晴らしいよ。喧嘩しちゃったなかろうか。いやもう本当ね、そうですね。ありがたいですね。はい、もう本当引き続きですね、東方庄司さんどうぞよろしくお願いします。はい、以上です。はい。はい、そしたらね、まあ、この苦手コンサドーレ札幌をね、はい、今の好調サガンと、はい、ジンクスなんて関係ねえよ。そうですね。ね、はい、必ず今日、勝ち点3を取りましょう。ゾン、ソフォートゥース。はい、終わりました。はい、0-0。はい、0-0。なんとか耐えたね。そうですね。ちょっとなかなか噛み合ってなくて、ちょっと攻撃もね、できないところがあるんですけど。そうね。まあ、ちょっとそうですね。今日もアップしてる感じはありますよね。ちょっといつもとちゃうから、ちょっとピッチ上から声もねほとんど出てないので、まあ、ちょっと試合から、ね、離れている選手もたくさんいるんでですね、まあ、ちょっと前半なんとか耐えたんで後半を一発気合い入れて、ね、後半からもね、そうですね、はい、ちょっと必ず点を取ってもらって勝ちましょう、ね、はい、いや全然痛くないですよ、なかなかねちょっとこうタイミングがなくてみんなもね、うん、まあ、でも拍手できるだけでもね、やっぱりっ違う ね、 うね、はい、はい、堂々としてます、ちょっとうるさい、まあ、俺でも手叩くぐらいしかできんけどさ、はい、とりあえず叩いて、そうですね、エールを送りましょう、はい、エール送りましょう、はい、バムゾウ、バムホッサマン、今日はダイビングですか、今日はデパートあ、デパートあ、さっきのお寿司ですね、ごちそうさまでした、美味しかったです、社長またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、いや残念だったね、そうですね、まあほぼ札幌のペースの試合で、うん、まあ我々もチャンスがなかったことはなかったんですけども、ほとんどやられてるっていうか、攻められてる時間が長かったですよね、なかなかちょっと選手たちの連携っていうか、まあ、メンバーも変わったんで、まあ、仕方ないんですけど、そうね、なんか
なんか最近の試合のさ、あのワクワクがそうです、ね、ちょっと物足らないかな気迫が感じられるというかさ、そうです、ね、ちょっと厳しい言い方するとね、声も出てないしさ、そう、声がガンガン声が響く、ね、うん、そうね、試合が多かったのかなとは思いながら、うん、選手たちも乗れてなかったですよね、試合の流れに、はい、まあ、もっともっとやれたんでしょうけど、声も出せたでしょうし、だけどちょっとやっぱ、あとまあちょっとスタンドもですね、ちょっと今日はため息がかなり多くて、ちょっと雰囲気もですね、まあ、もう仕方ないことなんですけど、ちょっと悪かったかなっていうのがあるんで、なかなか仕掛けにくいなんか雰囲気が今日はもう充満してたかなっていうところがあってですね、はい、いや残念でしたね。残念です、はい、まあ連戦なんでターンオーバーで休ませてるんだと思うんでね。そうですね、はい、これはもう今日の試合は15連戦戦うための一つの試練なんで、まあ、よくあらんけどターンオーバーってこんなこっそり変えるもんね。そうですね、今日に限ってはもう、まあ、もう特にエドワルドが出てなかったっていうところはやっぱりもう今日の試合っていうのは本当こう4連戦目なんで、そろそろやっぱり怪我されても困るんです。ただ選手たちもたくさんいるんでですね、そうね、誰ができるっていうのをどう馴染んでいくか、全員乗り切らんとこの15連戦で絶対戦えないんで、まあ今日も負けだけだと思います。そうね、次からは、はい、うん、もう絶対連勝をしてまた上に上がっていくそうでしか言うよ、カミカミですけど、必死に言ってますけど、マリノス戦土曜日、うん、はい、まあ、マリノスはね、また気持ちいい試合にしてもらう。そうですね、はい、ね、もう一度やり直しましょう、はい、はい、よっしゃ、じゃあ、はい、もうサクッと帰ろう、もうラッシュ5点、そうですね、帰りましょう、今日は選手の皆さんもね、また切り替えて頑張ってください、はい、頑張ってください、はい、お願いします。週末は絶対勝つぞ、そこをドゥース。